こんにちは、にとまいこです。今日はギロック作曲エオリアンハープをお届けしたいと思います。お聴きください。わけでした。曲自体はすごくシンプルで音の数も多くはないんですけれども、コントロールとあとなんていうのかな、この空気感みたいなのを感じるのがすごく難しいというか大人っぽい一曲だなと思います。皆さんもぜひ弾いてみてはいかがでしょうか。というわけでまた他の曲もお届けしたいと思います。今日もお聴きいただきありがとうございました。